分かってる人は G コードをこう押さえます。ギタリストの皆さん、 G コードをこう押さえてしまっていませんか？実はこの押さえ方だと5弦と2弦の音が被ってしまうので、コードの響きを濁らせてしまう場合があるんですよね。じゃあどう押さえるのかというと、こう押さえます。これは G オミット3というコードで、普通の G コードから3度の B の音を省略したいわゆるパワーコードの形なんですよね。3度の音がなくなったことによりかなりスッキリした響きになります。実際に弾いてみるとこんな感じ。